3マスぐらいかな。で、こうして、黒して、1、2、3。で、こうして、で、計算しながら行って、1、2、3。あ、ここか。で、ここに、あ、これでいこう。できた。よし、ガラスができてると思うので。あ、13個。少な。よし。よし、じゃあつけていきます。ふっ。街づくりのドラエッティだ。まちづくりのドラエッティ。こうしてこんな感じでつけてって、どこだどこだ、ここかここかここか、あ、間違えた間違えた、ここだった。大丈夫です、何のための技能持ちでよかった。 OK、さすが俺。それでこうして、でガラスを置いてって、でここか。よし、あと全部上は黒かしでやっていけばどうですか。これはなかなかいいと思いますよ、バランス的に。そうですね。うん。で、こうか。カークン方式でいけば、こんな感じで、頭皮を置いていくと。はい。じゃじゃん。あ、いいんじゃない結構。これいいんじゃない、あ、ありがとう。お、喜んでる、めっちゃ喜んでる。ああ、よかったよかった。いいでしょ、いいでしょ、これ。かなり、ちょっと上出来だと思う、俺的にも。教室って大体もうすぐにこう、ドアがありますよね。確か。ドア2つかな？そうですね、こっち側と、こっち側に、ちょっとハーフブロック、ここはちょっと、ハーフブロックなんですけど、ちょっと近くに置いちゃおう。ここがドアですよね、だいたい。で、ここが待てよ、あ、柱ここつけた方がいいかな、こんな感じで。これはいいと思うよ、柱があって。ちょっとここドアが難しいな、ドアが難しい。ドアってこう間にあるよね、こんな感じ。ここに窓つける。そうですね、こんな感じで窓つけて、高さ的この上にもたまにこれって上の方にさあるタイプもあるじゃないですか、わかるかな。学校ってさ、ちょっと小さい窓。そう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 。でもそうするとね、ちょっとおかしくなるよね、大きさがちょっとおかしくなるんですよ。屋根高いのか。それだともう一個上げないといけなくなりますね。そうですね。どうしようか、屋根、天井って高い方がいいかな、学校って。学校は高いでしょ。じゃあこれちょっと変えた方がいいのか。まちづくりのドラエッティ、この反対側を2つぐらい高くしようか、なら同じ感じにしようなら
と待ってね。あったあったあった、これでいいやもん。これはちょっとはずのけて、よし、これで OK。 それで黒かし、あ、しまった、落ちちゃった、落ちた。もうアスレ下手くそって言われそう。え、これアスレなんですか？なんとなくアスレです。なんとなくですけど。よし、これでいって、でこうしてこれと同じようにすればいいかな。ちっちゃい小窓が上についてるっていう形ですよね。こんな感じで。イルルさんが遊んでる？遊んでる？いや、作ってくれてるわけではないのか。遊んでるのかな。かかし足りなくなった。ベッドっぽい。で、どうやったっけ。こうで、こう階段の上にガラスを置く。ん？これ？階段の、あ、イルルさんがちょっとメッセージ来て、階段上にガラスを置くってどういうことかな。ん？あ、階段ブロックで作るっていうことかな。どこに、この上に置くってこと？こういうこと？あ、違った。こういうこと？こういうことか。この間にガラスを入れるっていう意味じゃなかった。いや、この間は入らないですよ。こういうことかな。っていう意味かなと思ってんけど、そういうことかな。どうなんだろう。でも入らないですもんね。うん。階段が窓で、ガラスが小窓。あ、そういうことか。はいはいはい。これ小窓ってことですよね。こういうことですね。これが小窓で、これがガラスっていう意味で、あの真ん中のガラス。あ、でもいいですね、確かに。ちょっとこれでやってみましょうか。まちづくりのドラエッティ。じゃあこの教室のやつですね。教室のやつで、とりあえずこれは必要ないと。ここを、でこの四角が階段ブロックを置くわけですよ。階段ブロックどうしようか。カシノキでやってみようかな。イルルさんが言ってるのは、多分このここが、階段ブロックになって、こうか。しまった、もういいや。こういうことね。これが窓。よし、どんどんいくよ。はいはい。でその上に小窓、ガラスを置けば OK ってことやね。ってことで、ここにこれが小窓。こういうことか。こういうことやね。で、でこれか、こんな感じか。はい、これでどうですかということかな。はい、どう、ゆうなさん。あ、でもいいんじゃない、ぽくない？窓っぽいけど、まだ小さくないです。うん、じゃあ、じゃあ間にハーフブロック1個入れた方が。そうですね。じゃあこの階段ごともう黒かしにしちゃおう。もここちょっと明るすぎるんだ。これはこの階段はちょっとなしにして、黒かしの階段でいこう。黒かしの階段とハーフブロックでやれば、階段が8ついるんか。やっついてハーフブロックか。そしたら変わってくるよね、だいぶ。
統一しちゃうけども、こういうことか。でハーフブロックがこれか。ハーフで階段、はあー間違えた。うわ雷が、ごめんなさい、ちょっとこっちすごい雨だったんで、めっちゃ雷が鳴ってます。はい、どうでしょうか、うん、あれ なんかちょっとずれてんな、ま、町づくりのドラエッティ、なんかガラスの位置高く高いような気が、うん、ちょっと待ってよ、ここが違うんかな、やっぱここもこっち側が階段してみよっか。こっち階段でハーフどう、左側、あ、いいんじゃない、こっちの方が、なんか窓ガラスの位置もうちょっと低くってもいいかなと思う。え、低すぎると作れないんじゃない、作れないかな、うん、学校の窓こんなに高かったでしたっけ、あ、窓がか、あ、まず高さがなんかすごい高いような気が、確かになんか高いな、でもこれ以上低くしちゃうとまた違うしな、まあね、うん、形的にはすごくいいと思うけど、形的にはいいんですかね、うん、じゃあこれでいこうか、とりあえずこれでいきましょうか、はい、はい、これは教室の中の窓っていうことで、じゃあこれはこっち側はもうあれか、元に戻しちゃえばいいんだ、そしたらちょうど合うのか、あ、戻そう、これここはもう戻そう、そしたらちょうど合うのか、これであとは頭皮のハーフを、あ、頭皮の原木をこう埋めていけば、これでどうでしょうか、あ、でも、あ、高さってますね、これで、おー、ね、よかったよかった、うん、よっしゃ、よかったよかった、あ、いいねいいね、で、こっち側、今自分がいる側は全部、埋めてください、ここも後ろのある黒板っていう感じなんで、ここ全部埋めます。で、こっち側はあっち側の窓と一緒にのようにやっていきますんで、ここは俺やろうか、じゃあその前に寝ちゃいますか、ベッド、うん、お教室の中で寝よう